というわけで改めまして、皆さんもご存知でいらっしゃる、多分一番知らないのは私だったと思うんですけども熊谷さんとは2、3ヶ月前ですかね、かかって京都三段って何ですか、はい、というので皆さんプロフィールお手元におありだと思いますけれども、念のためにご紹介させて、動画に念のためにご紹介させてあげますと、熊谷さん一番有名なのはやっぱりおしもを日本に呼んだ男ということで有名なんですけれども、シェフ市原で13年間、はい、育成から入られてその自営という立場で運営に関われて、その関わられてその後フランスのグルノーブルの、やっぱり自営をされて、その後京都サンダーで自営の3年間の契約だったんだけど、1年後としてちょうどお辞めになられたと。4年いたんですね。4年もいらっしゃいましたね。はい、はい、5年目のところで、まあ、途中でも責任を取って、そうだったんですか、はい、今どうなんですかね、今勝ってるんですかね、あ、今日試合中なんですか、今ちょっと、ね、勝ってました、1対0、1対0やってます、責任っていうのはそのやっぱり責任、うん、セクハラそんなことないですそれはないですね、はい、まあ、責任の方がそうですね、今回馬貝さんにお話を伺いたいと思ったのは、馬貝さんとして今活動されているのが千葉県の市原、はい、ジェフ市原、僕はジェフ市原千葉、はい、この最初のホームタウンに私はジェフ13年間に回していた仲間、うん、その中には、まあ、老人ホームを経営されていました、うん、それで、まあ、市原って5位っていうところから、うん、まあ、単線なんですけど、そこから、30分ぐらいですよね、で駅から30分ぐらい歩いて、そこに介護支援センターがありまして、そこに年寄りが200人ぐらいいるんですけど、そこで今企画部長で、まあ、町おこしまあ、サッカーから離れてるわけはないんですけど、皆さんはサッカーから離れてるような感じで、はい、まあ、離れてるわけなんですけど、そこにそういう施設を作って、スポーツを楽しむようなそのまあ、ソフトとハードと両方の間でるんですよね、はい、まあ、その中にはその、センターの中にはすごくスペースがあって、そこにスポーツクラブを立ち上げました。でちょうど中には皆さんがこう宿泊されてる、お年寄りが宿泊されてるところの中庭に、ちょっとミニコートの2面ぐらいというようなスペースですけど、そこで今のところで、来週の土曜日にスポーツ教室を今、まあ、宣伝は全くやってないんで、最初は数人だったんですけど、今は30名ぐらいの子供さんたちが来てくれてます。サッカーじゃないです、スポーツ教室っていう、はい、だいたい低学年の3年生ぐらいの子もすごく、どうですかね、私もう毎日行ってるわけじゃないんですけど、まあ、施設で、月にやはり3名から4名の方が亡くなられて、まあ、私は理事長をよく知ってまして、理事長っていうのは画家なんですよ、銅版画家、うん、で病院の中にアトリエがあって、僕は全く画家じゃないんですけど、まあ、子供の時は漫画が大好きだったので、はい、でなんかこう木があって、ね、それで誰か一緒にできないかなっていうことで、やはり現状っていうか、今お年寄りがやっぱこう不幸せやな、幸せやな、やはり亡くなり方がやはり一人なんですよね、身内の方がおられないっていうケースがすごく多くてですね、それはね、ちょっと話を聞きました。それじゃあ、ひょっとしたらまだ分からないんですけど、子どもたちの声を聞くとか、子どもたちのこう動いてる姿を年を見れば、でも、こっちは元気なんじゃないかなということで、スポーツクラブを立ち上げました。馬貝さんのね、今までの実績からしたら、まあ、というか、デジタルに少しお話を伺ったら、引く手はまたなんですよね、有名クラブから、もちろん外国からも。でも、あえてそこに
に行かれたっていうのはやっぱりそのコンテンツとして今おっしゃってますけど、一番弱い人、一番なんていうかな、社会的なね、恵まれてない人たちがそのスポーツを楽しむっていうところがあってこそのスポーツじゃないの、特にサッカーもね、子供のせいなんじゃないのというのが終わりだというのがあって、そのあたりで仲間と言っていただいたんですけども、そこにどうしてこうたどり着いたのか、ここが当然ゴールではまたないんですけどねというところを、宇賀谷さんのちょっと人生をざっと、これ普通にね言うと3日ぐらいかかりますからね、破天荒すぎて64年間丸ごとね話がさらに長くなるから64年間済まないと思います。宇賀力という本も出てますけれども、やっぱりね、オシムが浸水した男の行動哲学ってことで、日本サッカー界の異端児、どう異端だったかを今からちょっと紐解かせていただきます。ご出身が神戸なんですよね。そうです。しかも奈良の大石というところがあるんですけども、はい、そこで生まれになって、その後ご家族のお仕事で芦屋に移られまして、芦屋で小中高、小中ですね、小中で、体育1だったらしいんですよ。足も遅かった、早かったんですけど、体育の授業はなかった。体育の授業、戦時中戦後ですね。二人の先生が、算数の先生だったんですね、小学校の、はい、で算数の授業ばっかりあって、はい、で体育の授業っていうのは、算数の授業に変わった変わってたんですよ、だから表現する場がなかったんです。でも体を動かすことは大好きだったんです。母親からは、学校から取りに行って、鉄砲玉って言われたんです。鉄砲玉ですよね、はい、もう出ていくともう帰ってこない、うん、で自分なりにはそのいろんなその活動っていうか、トイバックも大好きだったし、野球が大好きだったんですね。で野球はよくやってたんです、で芦屋の大会とか、チーム作って登録して、やりだしたのが小学校3、4年生ですね、でも先生は全く自分が授業外の活動っていうのは全く認めない、それじゃあ体育の授業なかったんで、運動会の中で、まあ多分後ろの方だったんですよね。ギリって聞きましたよ、運動会の結構はい、だからそれで、まあ、体育の授業っていうのはね、つけられましたですね。頭は良かった？あ、良くないです。良くない残念な感じですね。何も良くなかったよ。何もなんかね、根気も続かないらしくって、まあ、ちょっと痛い感じのお子さん、学校痩せてましたし。あ、本当に、不登校。不登校っていうか、父親がちょうど美容業だったので、やはり土曜日とか日曜日忙しいですよね。そうすると月曜日は美容業休みですから、今は月間ですかね。その時に、神戸行くぞ、三宮行くぞっていうことで、阪神電車乗って、三宮の方によく行ってましたですね。休んで、その時はやっぱりちょっと、やったような感じで、それでよく映画を、土屋と映画を見に行って、はい、まあ、ヨガばっかりだったんですけど、あ、もうその頃からちょっと外国へのって何か憧れは、そうですね、その影響はすごくあったと思いますね、でその中学2年、サッカーというのはもちろん全くされていなくって、中学2年の、球技大会でしたかね、聖堂中学っていうのは、私の、中学校、サッカーを、それがもうほぼ初めてっていう感じですか？その前に、私が中学1年生の時が、ちょうど1960年の東京オリンピック、それで私の担任先生って中野先生っていう、僕はすごく影響を受けた先生なんですけど、まあ、サッカーが専門じゃなかったですね。サッカーも、ラグビーもっていう先生だったんですけど、その先生が、奥池ってご存知ですかね。奥池、知ってます、場所、地名、いや、六甲山の方の、奥池ってあるんですけど、そこによく、先生とか私のクラスに行ってましたですね。その時に、オリンピックの、サッカーを見て感想文を書きなさいと、っていうのが宿題出たんですけど、面白くなかったですね。
もうちょっとね。もう全然もう。もう見てなかった。見てなかった。見てなかった、うん、宿題だからあれだけど。パーッと書いて。うん、はい、ね、まあね、あの根気もない方なので。それがその中2の球技大会の時に出てみたら、あれ、点は入れたんですか？点は入れなかったんですけど、うん、僕はどうしてその球技大会に出たかっていうと、はい、なんか、あ、小原君、一回ね、なんかサッカーが投票制だったんで、はい、で、こう、うばがいになって、で、まあ、選ばれたんですけど、はい、まあ、その時に僕、対抗戦で、相手チームに藤井君っていたんですよね、うん、はい、番長が。番長が、はい、藤井君。よかった。足の番長が。はい、でボカーンと蹴ったボールが彼を顔に当たったんですよ。で倒れて鼻血バーって出て、いや僕はもうどうしようかなと思ったと同時に、うん、すごい力あるなと思って、俺、はい、はい、で試合終わったらもうドロドロになってたんです、あと真っ白の体操着が、はい、はい、うん、それがいやすごい力、うん、でしかもみんなからすごくこう、みんなっていうか太鼓さん、みんなから言われて、最後に、はい、はい、女の人から、江口さんっていう、江口太鼓さん。江口太鼓さん。忘れられないですけど、まあ、どうされたかわからないけど、その人から、まあ、彼女から、いや、素敵やったよって言われて、これはモデルやと思って。初めてだから、サッカーが初めてこう、はい、あ、こう力もね、ある、出せるし、こう、モテもするという感じで、はい、ストンと。来られたそうなんですね。でもサッカー部に入らなかった。入らないんですよね。あのね、なかなか決断しない男なんですけども。サッカー部に入ってないですね。で私が1年生の時に3年生が、うん、村上誰とかサッカーの有名な世界的な、パルキさん。ああ、サッカーさんの、はい、サッカーだと思った。サッカーですね。はい、私の2つ上の、はい、すごく目立った。はい、あ、目立ってました。目立ってました。うん、はい、背は低かったんですけど、いつもなんかこう、うん、運動っていうかすごくこう体を動かすことが大好きだったっていう感じの。走ってありますもんね。走ってますね、はい、はい、そういう、ね、そうですね。小学校の時はね、また、まあ、サッカーとは全く関係ないんですけど、うん、まあ、5年生か6年生の時に、はい、あの時円谷英二さんの海底軍艦とか、うん、ラドンとか、うん、モスラとか、はい、でそれをね、みんなでちょっとやろうよ。やろうよ。はい。で、まあ、特撮の、ね、はい。で、芦屋の浜で、ね、うん、みんなでプラスチックで戦車作ったりね。うん、はい、その時の人間が映画監督、大森一樹。うん、はい、はい、彼は、ゴジラ対なんか正月ダウン、正月の映画をね、作りましたけど、まあ、そういうのがありましたね。うん、周りには面白い人はいない。小原さん相当面白い。面白くない、面白くないです。いや、これでね、だからちょっとサッカーに目覚めて、であの高校の報徳学園に行かれるんですけども、で、まあ、サッカー部にちょっと、まあ、入ってみたと。であれが入学式前にちょっと練習があるんですね。ですね、1学年50人ぐらいサッカー部員さんが高生じゃないった人間が、あの時は、うん、まあ、結構強かったんですよね、うん、だから僕はもうサッカーしたいっていう気持ちで、うん、やったことないけど参加したいっていうのでも、いきなり報徳のもうみんな真っ白ですよ、あの練習着が、うん、で大きな山本とかね、うん、僕はあの赤白のユニフォームを西の海、阪神西の海ポップやってあるんですけど、スポーツ店が、うん、そこで、うん、赤白の、うん、縦じまのユニフォームと、うん、紺のパンツと、それと、うん、あの時はアーセナルとかすごい名門でした。今もやるんですけど、うん、赤と白のストッキングを買っていきました。モテそうなかっこいい、ね、サッカーといえばこうだろうみたいな。そしたら、何やと。ゴールリフティングやりなさいなんか言われて、はいはい、できないですよね。やったことないですもんね。それで、あの、1週間でやめられる。そうですね、まあ、1週間で、体験なんで、まだこうサッカー部に入る前になったんですよ、うん、で、うん、まあ、先輩も怖そうだし、そうです、先生はもうゲスラっていうね、もう亡くなられましたけど英語の先生でですね、うん、すごい厳しい監督で、うん、これ
はもう絶対にダメだなと思って。入学式前に辞められたそうです。あ、はい。で、あのそのまま、あのさっきも言ってましたけど、漫画好きなんで漫画研究会とかに入って、はい、漫画を描いて、はい、漫画研究会作ったんです。あ、作った。はい、自分で、はい、あ、立ち上げ好きですね。はい、うん、はい、で、僕はサッカーは面白そうだからって、もう学校の近くのグラウンドで自分でポコポコボールを蹴りながら遊んでいる。はい、学校の近くって、家のね、家の近くの東洋学園っていうのがありましたね、うん、中等部、中学校、うん、そこにちょうどあのグラウンドがあったんで、うん、そこで、友達、南っていうね、ゴールキーパーをしてた、うん、中学校にゴールキーパーしてた南と僕と、もう一人いたんですけど、名前がちょっと出てこないですね、うん、3人で、はい、ボールを蹴って遊んで、もう16歳で世界のウバガイの片鱗も何にもないですからね、本当にね。でもいつも僕はあのシューターっていうか、ゴールの、シュートの、でゴールキーパー南っていうのが、うん、どんくさかったんですよ。全部入るんですよね。勇気をもらって、ね、南くんのおかげで、はい、もう南くんのおかげでね、本当に、はい、なるほど。チームね、どんくさいゴールキーパーは大事だということを皆さん、指導者の皆さんにコメントしていただいて、ね、あの高校2年になって、あのまあ、高校で先輩がもう引退して、上がいなくなったところでサッカー部に入られる。そうです。絶対いなさい。絞かれないから。ただもう50名ぐらいいたんですけど、うん、もう5名ぐらいしか。だからもう、あでもまあ、その5名残った人は2年でから入られたのとお伺いしたので、次また1年生が。だから僕入れてる。6名。で、監督が怖かった。ですから。ただ、それでもうその試合に出られて、いきなり活躍。最初15分ぐらいとおっしゃってましたね。そうですね。私のデビュー戦はすぐ、うん、ね、筑波学園のチームで、はい、その時に15分だけ、私左利き。うん、左の、はい、ウィングっていうポジションがあったんですけど、15分だけですけど、その時のこう、例えば評価だったり、ご自身の感覚っていうのは、初めて公式戦に出られた。あ、公式戦、練習戦。練習戦、練習戦、はい。まあ、ね、全くで、うん、そういうのは全く考えたら、あ、出れたっていうか、うん、15分とか、ラッキーっていうか、うん、何もしてないけど、ね、その時は何もしなかった。これでもう、あの父が大阪の初芝高校とのやっぱり練習試合が、ね、スタメンで初めて出られて、練習試合で、うん、僕はあのイノシシみたいなプレイヤーだったんですよ。イノシシみたいなプレイヤー、相手の番長をぶっ潰すとかそういう、はい、はい、そう、ゴールキーパーを潰すっていう仕事だった。仕事だった。ぶつかってぶつかって潰すの、はい、ぶつかるっていうことが僕の仕事だった。当たり屋みたいな。当たり屋。どっちの方が早く助かっていう。ゴールキーパーになってますし、僕はもうちょっと、そう、はい、結構ね、うん、ぶつかりは強かった。サッカーの話ですよね、今ね。サッカーです。サッカーの話。サッカーはぶつかりが大事。え、はい、それはぶつかりが大事。え、本当に、はい、ぶつからなくちゃいけないですよ、そうなんですか。子供とか見てて、ぶつかりがいいなって。ぶつかるスポーツなんですか、サッカーは。え、本当に？ぶつかります。はい、あ、そこでさ、こう、ちっちゃいでか鉄砲玉だったり、その番長の藤井君をやっつけたり、そのレスラーなんかのもお前ゴールキーパーを倒すのが仕事だって言われたり、その馬鹿さんの実力がいかんなくなってきたり、そういうことなんですか。で、センターフォワードを、はい、ね、センターフォワードってのは、その時、ゴールに近くて、はい、それじゃあ、例えば、ね、だったんね、うん、ゴールキーパーがその僕の部分で僕はもう本当に噂知らずだったんだけど、だから一番近いポジションというとセンターフォワード、それが初芝高校だったんですよ。初芝高校ってあの時はすごい全国で優勝してた、したぐらいのチームだったんですけど、そのチームと勝ったのかと忘れたんですけど、僕はあのゴールした。ぶつかってるね。え、蹴って頭なんとか。いやー、ちょっともう覚えてないですね。うん、多分頭、足だったと思うんですけど、はい、はい。それで、まあ、ゴールができた。次の試合もゴールができた。うん、まあ、ゴールすれば、
試合に出れるんだなっていうことが分かって、うん、それもそこからずっとこう、うん、ね、ずっとされて、それでもなんか報告が新人戦優勝してインターハイの予選でも優勝した段階でまだサッカーのルールよく分かってなかったらしいんですよ。分かってなかった今分かってないそうなんだ。だからよくライズバーに文句言ってました、はい、知らない人間がなんでオフサイドだよくはい、守ってました、ね、それはオフサイドですよっていう話だったんですか、うん、でも僕にしてはオフサイドじゃないんだ、僕にしては違う、はい、っていうのは微妙なところでオフサイドになったり、うん、オフサイドなかったりするので、はい、結局結構ね、うん、僕は言うタイプだったんです、うん、あの時にあのレッドカードとか家があったら僕は相当出たと思います。当時なかったのでずっと入れたけど、はい、よく文句を言ってたし、はい、あの掴んでることもよく掴んでましたし、いろんなとこ掴んでましたね掴んでいけないとこ掴んでました、はい、やっぱ効果的にっていうことです。それは相手を潰すためにああいろんなとこ潰されてたということで ね, ね、なんかあのそういう感じ、まあ、そういう感じだから、なんだろうな、一流アスリートになるためにこう階段と登ってきたわけではなくって、すごくやってみた面白い、やってみたらモテる、やってみたらできた、できたことを積み重ねていったらこう続いていったっていう、ね、本当は秋っぽい続かない方ですもんね。続かないですね。でもやめたんですよ、もう途中で。サッカー、はい、だからインターハイに出たんですけど、それがちょうどあのこれ運命かなと思うんですけど、栃木の、うん、栃木県の、全国大会で、うん、ちょうどあの宇賀根町ってあるんですね、はい、私の名前っていうのはそこからなんですよ、はい、うん、栃木県の宇都宮っていうところなんですけど、ちなみに横が宇賀根町、うん、そこで全国大会あったんです。おはい、そこで、西目農林っていう秋田、あの時は秋田商業が強かったんですけど、うん、西目農林っていうチームがちょうど1回戦の対戦相手だったんです、うん、でちょっとボレー、こういう空中のボールを私は右足でボレーしたんですけど、それがちょうどあの、ボールと足とちょボーンってこう跳ね返ったような形なんです。うーん、でもう立てないです、もう立てないでもグラグラなんです、内側靭帯伸ばしたんですね、はい、前半の内側靭帯伸ばした、うん、で内側靭帯伸ばして、うん、もう本当にこう前半出たずっと出たんですけど、うん、なんかねおかしかった、もうなんか動けない、うん、もう今もダメなんですけど、ね、あ、そうなんですか、うんうん、であの時はねもう本当にこう内側靭帯やるとか半月板やるとか、うんうん、やっちゃうと思う、あ、もうサッカー無理です、ね、大震災とかダメですよっていう時代だったんで、はい、であのもちろんあのギブスもやらなかったですし、うんうん、で救急車運ばれたんですよ。うん、これ笑い話なんですよ、すっごい痛かったんですよ、うん、痛さがここじゃなかったんですよ、救急車運ばれた時に。どことなんですか。ここが痛かったんです。靴、はい、靴じゃなくて、うん、このねかかとがすごく痛くて、ガラスが刺さって、そっちの方が痛かったバカな話でね、ガラスが刺さってましてね、多分裸足でね多分こう出たんですよね、その時にガラスが何かでこう刺さったお笑い話ですけど、はい、両方治療してはどっち、はい、ね、ガラスの方からね、それでも、冬の大会があったんですけど、あの時は西宮でやった大会、今は東京でやってますけど、でまあ僕の3年生の仲間たちが、もうそれでは若林さん、我が出れないんだったら、うん、もう引退しようということで引退。うん、で、短いサッカー先生で、もう終わりました、それで。もうサッカーはやめようと、うん、ね、ね、でもなんかね、そのやっぱりあの大学もすぐに行かずにどうしようって迷われていて、で、あのそこからがね、やっぱりすごいと思うんですけど、当時ダイヤモンドサッカーとかで、そのヨーロッパのサッカーっていうのが、はい、イングランドですかね。そうですね、イングランドだけだったんですね、うん、まあ途中からブンデスリーグっていうのは、うん、あのね、放送、まあ、ダイヤモンドサッカーっていうね、うん、だったんです、はい、もうこれやりたいと思ったら、まっすぐにそこに行く方なんですよ。こういうなんかステップを踏んでではなくって、ね、あのマンチェスターに入りたいと、うん、マンチェスターユナイトに手紙書いた、そう
びっくりするでしょ。で、まあ、まあ、もちろんなかなかそれは難しくって、あ、まあね、テーダーさんっていう、すごくあの、皆さんご存知ですかね、まあ、我ら時代の人っていうのはサッカーしてたらみんな知ってるんですけど、アメリカの方で、テーダーさん、ペーターじゃないですよ、P-E-T-E-R じゃなくて、ペダ、P-E-H-D-A、リトアニアかとか、で、あの英語の先生ずっとされてまして、漢学と古美女学院かな、はい、その人にすごく僕はお世話になりました。高校の時からお世話になった、いつもあのボランティアで、いつもあのゴール裏で写真を撮られるんですね、で高校とか大学とか、まあ、日本留学あんまり好きじゃなかったんですけど、まあ、日本留学も行かれてますね。もう結構多分撮られあの持ってもらった方がいいじゃないですかね、サッカーしてるし、私はいつも写真をもらった、で試合があって、その次の週の試合の前に引っ張ってくれました。ボランティア、その方なんかもそのね、英語、あの例えば手紙を書くとかそういうところで、まあ、それはね、案内ですね、写真いただいて、その写真は結構かっこいい、かっこいい写真が多かったんで、それをマンチェスター United のセレクションのセレクションを受けたいということで、で出したんですよ。でもね、すごい素晴らしかったなと、すごいなと思ったのは返事来ました。写真では判断できない。でもだから迷わずにパンと、やっぱりそれね、あのゴールヘディングが立ち込むのと同じかもしれないんですけど、ね、あのその後やっぱりプレーをされたり、大阪一浪されて、あ、じゃあ体育の先生になろうってことで大阪体育大学に進まれて、でもう一度サッカーをっていうところで、今度はやっぱりヨーロッパ そのサッカーに触れたい、でもちょっとそうなっていくのはどうもマンチェスターまだ取ってくれないと俺のこと難しいというので、一番ね、日本で当時外国の選手をやってて、外国のサッカーをしてたのが読売ヴェルディですか、当時名前が違う、読売クラブ、はい、今のヴェルディですよね。そうです、その監督からもみんな外国の方、はい、監督はファンバルコンさんってオランダ人で、あの頃はブラジルの選手が一人、ジョージ・ナッシュさんって、まあその前なんですけど、その同時に、はい、あのまあアメリカにも行くっていう、もう日本脱出やと、もうどっか行こうと、ということで、まあ海外に、高校卒業して海外に行く、もう僕ももうサッカーできない状況だったので、外に出たいと、多分、いろいろとこうあったと思うんですよね。その時に、まあ周りからは、まあ何言っとんやと、夢だろ、あれするなと、マンチェスター・ユナイテッド何考えとんやと。めちゃくちゃ言われたんですよね、はい、で、アメリカ、って言われた時に、一人だけ僕のことをきちっと聞いてくれた人がいたんです、それがあの私の祖母なんです、はい、で、この人は、まあ、すごくお世話だったんで、でこの、はい、私の祖母は、ちょうど親戚の方が、あのアメリカの方に呼ばれて、で、そしたらね、私の親戚大分に別府にいるんで、ということで、もう今どうですかね、神戸から大分まで関西汽船で船で行って、それで本当にアメリカ行く話になったんですけど、結局はもう行けなかったんですけど、すごくね、僕は小さい時から、まあ、母親がちょっと結核でちょっと入院したりということで、まあ、祖母に結構の影響を受けたんですよね。で私のもう全然こう認めてくれなかった、まあ、体育も一で、その時に僕の手相を見てね、僕は秀隆っていうんで、秀子天下取りようなんか言われて、天下取るってどういうことか、はい、で一人だけですよね、はい、おばあさんからもういつもね、テストを見て、それとか見たらすごいよって、お金持ちなんだよって、何しかね、よく、はい、言われてると思いましたね、もうすごく嬉しかったですね、はい、彼女がもうその外国に行くんだったらっていうので、手を尽くしてくれ、その外国にまあ行きたいと、まずその1、マンチェスターに入りたい手紙枠がダメだったんで、その次にそのおばあ様のあれで、アメリカに行くっていうのも、親戚の関係で、やったけど、まあ、それもちょっとダメになって、じゃ
とりあえず日本の中で外国の作家に触れられるところっていうので読み売りにこれも手紙を書いてですね。そうですそうです。ベルディに。はい。なぜ手紙書きますか。老人の時には1年間は全然やらなかった時は、はい、僕はアルバイトしてたんですね。まあなんかこうどうしたらいいかなということで、ね、芦屋の山手の方だったんですけど、あのヤクルト、ヤクルトおじさんに来ました、ね、自転車に、うん、はい、うん、あ、それはいい、知ってますか、うんうん、ヤクルトおじさんに来たんですけど、はい、で、あのヤクルトがもう毎日な少なくなるんですよ喉が渇いて、僕飲んでますそれで、はい、まあ半年ぐらいやったんかな、うん、その時はちょうど、エキスポだったんです、うん、だからそれが良かったですね、私にとっては、あ、このエキスポだからパビリオン、いろんなパビリオンに行きたいなと、うん、で、まあ、ヤクルトおじさんも辞めて、あ、おじさん、兄さん辞めてそれで、あの、森永牛乳かな、うん、のアイスクリームの工場でちょっとアルバイトをしながら、うん、あ、でそこからサッカーに出会えたんですよ、はい、サッカーマガジン、だけどなくなったんですかね、サッカー大事ですよね、サッカーマガジンってなって、そこでチーム募集、うん、チーム募集じゃなくて、なんかあの選手募集ですね、はいはいはい、その時に西宮キッカーズってあったんですよ、うん、で練習場は向こう側の川 の, あの河川敷、はい、でその時は僕はすごく苦しかった、本当にね、草サッカーやったんですけど、はい、やれる場所があったと、それで西宮リーグ3部ぐらいだったんですけど、そこでずっとやりだして、またサッカーやろうかなって思ったんですよね、はい、で、まあ、大阪体育大学も行きまして、はい、でもその時は2部だったんですね、大学、関西学生リーグ、でもやっぱり大学のサッカーというより、なんかこう海外のサッカーに触れたいというのがあって、うん、今彼女が言いましたように、読売クラブには監督さんがファンバルコンさんで、選手がブラジルの選手がいたので、それで僕は成田十二郎さんという方が、まあ当時は監督さんだったんですけど、うん、まあその人に手紙を書いて、もちろん体育種の教育教授なんですけど、まあ有名な方なんですけど、まあ、その人に書いて、それで OK で、うん、大学の1年生の冬休みに、うん、夢に行きました、うん、はい、で、まだ松木さんが学生でいたぐらいですね、高校生松木とか、ね、誰がいましたか、ラモスだと、リーとか、ラモスはいないです、うん、僕がいる時は、あの入った時はいなかった、津波が中学生ぐらい、それぐらいですね、ですね、っていう頃だったらしいんですけど、で、あの大学生何できんのとか言われながら、やったらなかなかできるんで、またおいでって言われて、そうやって読売の練習にこう、はい、休みの時には行く、夏休み、冬休み、みんなにすごくこう、馬鹿にされたというか、ダメじゃんとかね、何やと、まあ、その言葉は何やという関西人がダメじゃん、全然ダメだったの、あの関東の言葉にも全然ダメ、カルチャーショックで読売ランドで泣いたぐらいです本当にだって、あのその松木さんと私は、あの津波さんが中学の頃からいるっていうのは、その向こうではそうやってもうヴェルディ、あの読売 の, そ, のそういう下の方からずっと練習してきてるんですよね、その、うん、が上がる子たちはね、どうなんですかね、大学生になっていきなりこうポロッと来てっていうのはない、なかったですね、ダメじゃん、はい、でジョージからもよく言われてました、今日ゲームじゃないぞ、僕は大台の時にずっとレガスして、ね、レガスと僕が違ってね、うんうん、練習行ってましたから、うん、皆さんあの靴下でやってましたから、うん、練習の時は、うん、はい、常に臨戦態勢、いつも試合の、うん、でまあ読売クラブにはないタイプの選手だということで認められたんですね、まあ、馬鹿にされたんですけどね最初は、うん、あの鳥籠って皆さんご存知ですかね、5対2とか、あの頃っていうのはそういうのなかったですから、うん、ボールリフティングとか、うん、今では、ね、当たり前ですけど、あの頃は全くそういうイメージっていうのがなかったです、うんうん、僕のイメージっていうのはデッドマークラマーさんっていうね、うん、まあ東京オリンピックの前ぐらいかに日本に渡
踏み込んでこられた方のイメージしかないんですよ、うんはいうん、今やってるサッカーとは もちろん全然ね、当たり前ですね、違う。その中で僕は、そのジョージ・ナシロっていう人と出会ったのはすごく大事だった、なんかこう、リフティングするんですよ、この辺だけでやってる、どないなってるかな、足って思ったくらいの、本当に、強烈だったですね、本当に彼氏たちを受けましたですね、まあ、それで、まあ、僕はギーじゃないし、アタリアだから、ね、アタリアはしてはい、アタリア、でアタリアいなかったんですよ、クラブには、アタリアいないんで、でまあ、パスを出す選手って言ったら、ジョージとかもすごくパスが上手かったので、それでアタリアがいるな、いるなっていうことで、まあでも、お前ちょっと練習試合にちょっと使うからって言って、で、紅白戦でしたね。それでサブの方に入ったときに、その時にね、サッカーボールが、その時っていうのは、読売クラブって読売クラブのサッカーボール、チームのクラブのサッカーボールじゃなかったんですよ。各自ボールを管理してたんですよ。で、練習時代、紅白戦の時のボールが空気入ってなかった。全然、僕にとっては止まりやすいんですよ、空気入ってないから。で、3点入れたんですよ。はい、でそれでもうみんながクロッと変わって、次いつ来ますかとか、やめちゃうって言ってたのに、こう書いてあったんですよ。それは気に入ってたんですけど、で、まあ毎年、読売クラブの方に来るようになって、それで1974年に、読売クラブが、ヨーロッパ遠征をしたんですね。春はシンガポール遠征、それは行かなかったんですけど、夏のワールドカップの時の、1974年っていうのは、ミュンヘンワールドカップでドイツが優勝したんですね。決勝はドイツとオランダだったんですね。で、そのワールドカップを実際に見れたっていうのが、ついに憧れのヨーロッパでね、はい、それがまた僕はドイツじゃなくてオランダの試合を見せたんです、まあ、ドイツも素晴らしかったんですけど、オランダは、まあ、トータルサッカーってやっぱ頃って今もそうですけど、やっぱりこう、サッカーの考え方っていうかスタイルを変えた、そうなんですね、はい、でやはりそこにいた選手が、まあ、ヨハニス・ケンスとかヨハン・クライフ、でヨハン・クライフさんっていう人はバルサの監督なんです、でバルサのベースは彼が、の影響度がすごくあるんですけど、宇田貝さんをご覧になって、やっぱりそのトータルサッカーっていうのを何かこう本質にあるようなものがすごく、まあレベルは僕のレベルは低いですけど、サッカーのイメージが全く変わったんです。でもポジションの固定化ってあったんですね、君は左サイド、君はセンターガード、右サイドとか、君は攻撃、君は中盤で、っていうのはなかった。もういろんなポジションにこう、こうね、後ろの選手も上がっていくし、攻撃参加するし、それじゃあ攻撃参加したらそこに入ったスペースを、近い選手がこう、この近いね、で、そういうものが僕の頭の中なかったし、他のチームもそういうチーム、オランダのようなチームも本当になかったんですよね。まあ、小島さんもやっぱりその話を僕はしたんですけど、やっぱり70年のワールドカップはすごかったね。で、小島さんはフランスで、8年プレーされるんですよね。ル・マンっていうところと、ストラスブルだったんですけど、その前がオランダなんです。オランダで、練習に参加をしたんですね。練習に参加してアイクスに名門なんですけど、アイクスに行く予定だったんだけど、そうじゃなくてフランスに行ったんです。だから、僕の中にはやっぱりオランダっていうか、オランダのサッカーっていうのは忘れた。皆さん、オランダってどうしてオレンジかわかります？何でしょう、何ですか、オレンジですね、うんうん、どうしてですか、オレンジが大好きだとか違いますね、何の王様の王様の名前はオレンジ、オハンジ、あー、そうだ、うん、みんなのオレンジ、ドイツの国旗の色って分かります、黄色黒赤、全員僕も何十回って質問して、回答は1回も待ってたんです。
違うんですね。黄色黒じゃない。あれ？ドイツ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 の国旗の色が分かるのはドイツだ。現役中学生としてはドイツの国旗の色。うん。だよね、赤黄色黒。黄色じゃなくてゴールド。ああ、そうなんだ、はい。金色なんです。うん、あの、まあ、サッカー選手っていうか、サッカーじゃないんですよ。体操家。はい。昨日もちょっと話題に出た、うん、あの組体操。はい。とか、そういうものベースは、あの、うん、ドイツなんですね。うん。あの、ツルネンって言うんですけど、はい。1800年、1700年の終わりくらいから、まあ、プロイシアって北ドイツとかあの辺は、はい、あのナポレオンに占領されて、うん、で、まあ、あの愛国心に生まれた、うん、ドイツ人たちが、はい、まあ、あの解放軍として戦うわけですね、はい、そこに体操家がいたんですよ、うん、はい、でその体操をしてたのが、うん、ベルリンのハーゼンハイデっていうところでやってたんですね、こそっと、はい、こそっと。でその時の解放軍の、うん、ユニフォームが、はい、あの我々の学生服の黒と、うん、でマフラーが赤で、うん、で 金、うん、金ボタンだった。そこから国旗の色が、あ、じゃああれは近代スポーツとかそういうね、がベースでできた国旗なんですね。だからその時のユニフォームっていうか、うん、その解放軍の解放軍の、はい、の色、うん、うん、ウミノブと、うん、あのボタンとマフラーで、はい、うーん、ここでね話ちょっとあのその人生のずっと言ってたところから変わっちゃいますけども、宇賀貝さんと一番話しててそれだよねっていう話をしたのが、この私2冊目の本がサッカーで、あの日本人の女性でサッカー監督で、あのスペインに行きました、ごめん、スペインでサッカー監督になった女性で、スペインナショナルリーグっていうのが、まあ、一部から三部まであって110年の歴史で初めて女性で監督になったってこと方がなんと日本人だったって、佐伯理子さんに先週東京であのお引き合わせさせていただいて話してたんですけども、やっぱり日本のサッカーってその軍隊じゃないけれども、なんか一人一人の個性を生かしていくんじゃなくって、あの、まあ、会社と同じでね、こう一部の人たちがトップエリートとして残っていく、トップアスリートとして、あとの人たちは効率を考えるともうなんかね、試合にも出ない方がいいし、ね、バーッと切り捨てられていく、まさに解放軍とかではない方の何かこう、ね、組織として生き延びるために個人を切っていくような形のフットボールをやってるんじゃないかって。彼女、佐伯理子さん、ビジャレアルというところで今育成7年やってるんですけど、あそこ人口5万人の町で、フットボール場は2万5000人しか入らないっていうところで、まあもうだってね、規模でいうと1位2位はレアル・マドリーでバルサーなんですけど、その下の3位から6位ぐらいにずっと入り続けるっていう、ものすごく大変な、ね、あの運用されていて、小学校のチームだけで6チーム持ってるらしいんですよね。もう全員がサッカー的にトップのチームと同じユニフォームを着て、あのそれじゃないとスポーツっていうのは意味がないじゃないっていうのを話していて、で宇賀貝さんもそのあたりをね、すごくおっしゃるんですね、うん、まあ、サッカー協会、うん、JFA とか、まあ、J リーグもそうですけど、まあ、あのずっと僕だけじゃないですけどね、まあ言い続けてることがありますし、それは子どもたちのやっぱりゲームに出る機会っていうかチャンスっていうか、そういうものがやっぱり子どもたちはその環境って子どもたち作れないわけですから、大人がやっぱ子どもっていうのをそれはもっとこう知らなくて。で本当にあの試合に出れない子どもたちが今増えている中で、もっともっと大人がやっぱりあの子どもの活動に関わって、うん、それで、まあ、ブランドの問題とかそういうのもあるかもわからないんですけど、まあ、多くの子どもがやっぱり試合に出て、うん、そのやつをこう楽しむっていうんですかね、まあ、応援だけで楽しむっていうのは、それがその、いやそれも、うん、名門のね、はい、はい、その 大学も高校も小学校もそういうところに行って、うん、その、まあ、メンバーにいるっていう発想じゃなくて、うん、そういう発想じゃなくて、やっぱり試合に出るっ
ていう、うん、自分がもっと楽しむっていう、うん、それを自分だけじゃなくて、まあ、仲間と一緒にこうなんかやっていこうっていうふうにどうしてならないかなって思うんですよね、うん、でも試合に出るのってそんなに大事なんですかって言ったら、やっぱり試合が全て、試合に全てがある。その多分ね、今強豪校、例えば高校なんか中学でもサッカー部に入ると3年間通して一度も全然試合に出なかった子っていうのがいっぱい出てきちゃったりするわけなんですね。でそれでじゃあサッカー人口何万人っていうのは本当にその子たちはサッカーをしているのかなと、ね、ヨーロッパってなんかじゃあちょっとね、はい、現場の、あ、現場のちょっと群馬の声を聞きたいけど、はい、彼女僕の、あの教え子なんですけど、まあ、子供さんがいてで去年かね淡路島で合宿を2日、2泊3日で試合がいっぱい組まれてるんだけど、息子さんは1回もしない、うん、で、今年は何だったかな、フットサルから、ね、フットサルの練習会に参加してくださいという案内をいただいて参加させました、うん、子供は張り切っていきました、うんうん、次の日、うん、お母さん来なくていいってコーチに言われた何かなと思ってコーチに、あなたのことこの子供さんまだ下手なんでまた来年出直してきてくださいって言われました。ひどいね。FC バルセロナのサッカースクールが福岡にできたんですけども、あそこが最初募集するときに身体能力に自信の子は自信がある子集まれみたいな呼びかけしたんですね。それを見てスペインの最強リコちゃんが怒っていて、もうちょっと待ってと、イニエスタとかキャビとか、ああいう彼ら別にまっすぐ走ったら速いわけじゃない、背もちっちゃいしね、その動画さんみたいに当たって強いかどうかも分からないと遅いですよ、この身体能力がとりわけ優れている人じゃなくてもファンタジスタになれる、ゲームを作っていける、楽しめるっていうのがフットボールの深みであるのに、それをないままこんなことを言うの、 FC バルセロナ日本のスクールけど全く分かってない、それはフットボールではないけど、すごい怒ってたんですよね。ヨーロッパに行かれて、ちょっとさっきはしょっちゃいましたけど、ベルディに入られて、その後そのドイツに行かれた経験で、これ言っちゃいますね、翌年、ツアー、JTBかなんかのツアー会社の、通訳ということで、一緒にドイツに来てくれないかと言われて、行って、現地に勝手に残ります。別に何か仕事をしなきゃなと思って、あ、港町に行ったら仕事があるんだ、ちょっとここも松中通りですけど、でブレーメンに行って港公安労働者として働かれながら、たまたま近所にあったサッカーやってる人たちのところに行って、言葉わかんないけど入れてって言ってサッカーを始めて、そしたら地元の人たちがなんかちょっとできるからちょっと紹介してあげるよって、家とかも全部手配してくれて、そこでそれがあってこうベルディから移籍をしてとかっていう流れがあるんですね。でその後また一回日本に帰って、今度はキルの体育大学に入られるんですけど、その中でご自身もそのプレイヤーとして指導者としても勉強されながら、でもちっちゃい子どもたち、トップリーグに出れなかったので子どもたちの指導っていうのをやっぱりして、8人しかいないようなねチームを教え始めて、だから彼が試合に勝ったことがないし、なんだろう試合ってみたいな感じだったのが、まあね、家に呼んで毎回アイスクリームを食べさせるって姑息な手段で子供たちのやる気を上げてですね、はい、あ、ここの人のところに行ったらアイスクリームを食べれるしみたいなので子供たちが増えて、で試合に1点差で負けた初めてっていうところ、公式戦は行ったんだ、あ、公式戦だ、見たの、初めて、そうそう、公式戦で1点差だった、うん、で公式戦は一度も勝てなかった、その後のサッカーフェスティバルで1対1になった、うん、まあ、私はもう1チーム見てたんですよね。もう1チームはすごく優秀な選手が多くて、うん、まあ、選抜に入るような選手がいて、うん、その横のクラブっていうのは HFC ケルンだったんです、はい、私は HFC ケルンのアマチュア見たんですけどね、うん、途中でも違う、はい、エフェレンっていうところの、うん、監督になったわけですけど、はい、まあ、J リーグがどうかっていうことを、うん、私の経験的に、はい、どうしても、うん、ブンデスリーグのプロのチームとか、うん、プロのクラブっていうのは、うん、やはりやっぱりこう、どうですかね、まあ、地域っていう、うん、
ちろん あるんですけど、歴史が全然違うんで、まあ、Q が作ったクラブもあるんですけど、そうじゃないクラブが多いわけで、まあ、バルさんもそうですよね、はい、その中でやっぱり地域とどういうふうにやっていくかっていうのはすごくこう難しいことだと思いました、うん、私は HFCK だったら1977年、8年、まあ、奥寺さんがいた頃に私はアマチュアのチームでプレーしてて、うん、で子供たちの練習を見たりはしてました。その時は私監督じゃなくてコーチです、うん、やっぱり親だったんですね。あ、そう、まあ、私の息子もブンデスリーガーっていう、うん、その頃からはそうですから、今なんてもっと大変だったんですよ、まあ、送り迎えからもすごいですよ、うんうん、はい、他でかけて、はい、だからそのプレッシャーは子供にはすごく大変だなと、うんうん、もっとこう自由に、はい、まあね、食事してても頭の時に切れたらあ勝ったなってそれはもう食事の時からずっと言われたら、それはもう子供はもう大変だと思います。大変ですよね、はい、まあね、ずっともいろんな話があって、じゃあ J リーガーのセカンドキャリアとかっていう話もしてるんですけども、スポーツってその人の人生を豊かにするためにあるはずのものが、なんか人生をスポーツに吸い取られちゃうというか、特にね、そのマーケットの中でやっているプロだったりとか、そこを目指していくっていう形でのジュニアスポーツの中に入ってしまうと、なんかあれ、なんでこれをやったために不幸な人生にならなきゃいけないんだろうっていうところもすごく大きな問題としてあって、これはそのスポーツがビジネスになってるっていうところで言えば、日本もそうですけど、ヨーロッパもものすごいですよね。だから、まあ、名前出しますけど、ジェフにいた時ですけど、はい、やっぱりこう、どうですかね、まあ、そこで指導されてる少年であろうが、うん、中学生であろうが、過去ですね、過去の子、今は知らないんですけど、もう指導者なんですよ、指導者として、はいはい、でも少年のサッカーっていうのは運営もあるし、いろんなサポートができないといけないと思うんですよね、はいはい、うん、っていうところはあまり頭にはないんですよ、うん、だから、うん、うまいね、だからもちろんそれは、うん、クラブの考え方があって、はい、トップの考え方があると思うんですよね、うん、すごいプレッシャーの中で、うん、指導してると思うんですよね、はい、いい選手を突破だけなしで、ね、うんうん、上がったら、ね、給与を増やしましょうとかね、うん、契約の契約を2年契約から4年契約しましょうとか、そういう世界になってどうしても、うん、そういうところが目いっちゃうんですよ、はい、でも地域と一緒にやっていくっていうのは、少年団とかいろんな人たちとうまくやっていくっていうことも大事だし、うん、中学校の人たちとうまくやっていくっていうことも大事だし、それをうまくやっていくっていうのは、大人同士がいろんなところでやってる人たちが子供のために何ができるかっていうのは共通のテーマだと思うんですけど、共通のテーマになかなかなっていかない、はい、別なね、なんかその目線が高かったり、そうですね、うんうん、だから僕はすごく、まあ、僕も注意しなくちゃいけないのは、やっぱり上からの目線でやっぱりやっちゃうと、やっぱりもうそれを意識して分かってじゃなくて、無意識でそうなってるのが一番怖いですね。宇賀谷さん、その、ね、ずっとその後 GM として力を出されていて、その監督を決める仕事、マネジメントについて注目された本もあるんですけども、やっぱり私も伺いたい、そこってマネジメントだと思うんですね、みんなを、関係者をどう動かしていくかで、その地域の中でどう活動していくかとか、その子どもの教育の中でスポーツがどうあるかっていうのは非常に長い時間がかかる仕事なんですよ。で、一方でビジネスとしても成立させなければいけない、例えばそのサッカーの、ね、クラブ運営もアマチュアでも同じだと思うんですけども、クラブとしてチームで運営していけなきゃいけない、それはもう四半期とか長くても1年ぐらいでやっぱり、ね、赤字垂れ流しっていうわけにはいかない、その時間が全く違うことも同時にやっていかなきゃいけない、なるほど、いろんな関係者を共有して、これはすごく大変だけど、今からどの事業というかどの仕事をやるにしても、もう必要とされてくる能力、その今金だけ稼げばいいじゃんっていう人はもう世の中の市場を得られない、社会的な多分意義がないとビジネスも成り立たないけど、社会的な意義だけでやってると、よく言えるNPO 貧乏みたいなね、いいことやってるけどこいつ貧しいなみたいなので、結局活動が続かない、誰も幸せにできないっていう、非常に、まあ、私のことなんですけどね、そこがだから両方できてる、宇賀谷さんってものすごいと思うんですよ。両方できてないんですよ。
え、できてないんだ。難しい、ね。あ、でも今日の話終わり。でも、だから。じゃあ、グルノービル行った時は、やっぱりできなかった。グルノービルはね、その。やっぱりそのね、うん、IT という会社が、まあ、フランスのクラブを買ったわけですね。はい、で、やっぱり、グルノービルの人たちが、やっぱりすごくこう夢を、うん、見て、それで、だけど続かないんですよね。あれだって、宇賀川さんが行かれて40何年ぶりでした？45年ぶりですね。そのもう、あれ、奇跡ですよ。もうありえない。そのチームの年間予算はこれ言って大丈夫ですか？大丈夫です。はい。あの、あそこパリ・サンジェルマンとかフランスの一部のとか、だいたい年間の予算300億。で、その行かれたグルノーブルは30億。30億。うん。で、運営して。どうやって戦うんですかね。どうやって戦うんですかね。だから、4回あって1回ぐらいは引き分けから使うわけなんですよ。ああ。でも続かないですね。ベースがきちんとしておかないと。でも、グルノーブルはもう本当にあの、ベースがきちんとしてるかっていうと、育成の方もそんなに、はい、あの育成というのは、うん、グルノーブルフットの育成部じゃないんですよ。フランスってグルノーブルの町のグルノーブルサッカー協会っていうのは株組織なんです。全部、はい、うん、まあそこにあのこうなんですか、いつもねユースの高校生、あの髪の毛を触ったり、そのパンツをねこうやって試合中ですよ。変なやつやなと思ったのが今アーセナルの。9番やったりね、ギルだから伊藤翔が伊藤翔が残ってジルは試合出れないということで、あの違うチームに出しましたですけど、はあ、そうです。あとあのアルジェリア代表で今2人いますけど、ハリウさんの時の選手が、あのフィグリっていうのはバレンシアでやってて、うん、そうですね、もう一人はタイディアっていうインターミラーだったんですけど、今結局はね、まあ、そういう選手がいたんですけど、うん、結局はあのあれなんですよ、ファイナンスコントロールってね、はい、ファイナンスコントロールの中心ですから、ね、うん、リーガンに昇格権を得た時に、うん、もうパリに5回ぐらい行って、うん、それでファイナンスのことでね、うん、ガン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 言われましたけど、まあ、インデックさんがお金を投資するっていうことで、でも。ね、昇格権得たんだけど、町は45年ぶりっていうことですっごくね、うん、もう盛り上がってるんだけど、うん、これをやめるっていうかできないなっていう判断だったんですけど、それがやっぱり良かったですね。やっぱりお金のベースがやっぱファイナンスのところはきちっとしておかないと何と思うとやっぱりダメで、だから本当に最後の方はあの選手に給与が払えないような状況に持ちかけたんですから、大変ですよ、うん、一番まずい状況になってたんで、はい、それでこうペナルティとしてボブに降格っていうことになるんですよね、はい、でそれを町の人は、あ、どうぞどうぞ、そんな分かんないわけです、その内部事情はね。で、ウブガイさんもそれ他のところでもずっとそうですけど、選手のことも一切やっぱり言わないと、彼らには残りの人生がある、そのね、それは自分たちが潰しちゃいけないということで言わない、当然ファンも知らない、だからもうそうなった時のグルノーブルはもう街中ウバガイ帰れっていう、日本でもよくウバガイのこの外部ね、老害みたいなの言われたりとかして、でその時はお子さんが向こうの中学校高校違う、じゃもうその子もやっぱりいじめられちゃって、しかも学校の先生からねとかって言って、もう苛烈な状況で、でそれは市原にあっても三河にあっても分かりやすく表にいる人をね、あのお前のせいだって言われやすい、言われるポジションにいらっしゃるので、そこはね、どう乗り切られるんだろうなというのは、乗り切れない、あ、無理です。乗り切れない、やっぱり真実を言えないというのが難しい、言いたいんですよ、うんうん、例えばこういうことがあったからこういうことだったとか、はい、まあ、真実をなるべく多くのことを、まあ、真実に近い、うん、真実のことを多く言うっていうことがやっぱりこうすごく大事なことだと思うんですけど、はい、なかなかその選手のことをかばったりすると、うん、例えば中西英輔っていう選手がジェルマンにいたんですよね、うん、動画回ってますけど大丈夫です、あ、大丈夫です、はい、もうどこ、はい、もう全然彼は分かってますから、うん、で、まあ、中西はワールドカップに出た選手だし、うん、まあ、中西のレベルとジェフの選手のレベル、これぐらい違ったんですよ、本当に努力しなくても試合で、失敗しても試合で、うん、
でも僕が GM した時にまず下川と中西来てくれって、うん、会社に、うん、で下川は、まあ、あのマリノスに行きました、うん、でもやっぱり親会社も、ね、やっぱ看板なんで、うん、で中西はちょっと消えないと、うんうん、どうしてかっていうと中西にも良くないしクラブも良くないっていうのはやっぱりあのやっぱ競争っていうか競争がないといけないと思うんですよね、うん、で、中西は4年後に4年経って、社長が、お母さんと僕はすごくお世話になった社長なんですけど、分かったと言ってもよく分かったっていうことで、それじゃあ契約しませんよっていうところに提示をするときにゼロ提示っていうかね、来年はもうゼロ円ですよっていうことはちょっと彼にとっちゃ彼にはちょっと申し訳ないなっていうことで白紙で出したんですけど、白紙で出す前に、まあ彼はもうジェフ以上のね、やっぱりチームでなきゃいけないということで、ちょうど岡田さんが武さん、今大学の監督された彼がマリノスの監督をしてたんで、でこういう事業市場で S 教がもうね、それじゃあマリノスの方で取りますからって口約束を、でまあ彼はもうマリノス決まったんですね。そういうのは彼が言えない、言わねえとこやね、まあ、そういうことがあって、YouTube にあって、まあ、はい、なかなかやっぱり感情的になるんで、あのその選手はね、向こうそうですよね、分かんなくてね、だから武田なんか今ね、はい、あの何ですかテレビ出てますけど、うんうん、なんかもうこっちやりたいこっちやりたいってよく言いますけど、うん、まあこっちやるよりはあっちの方がいいかなとタレントの方がいいかなと思うんですけど、ね、まあ、彼もそうなんですよ、すっごい頑張ってくれて、でジェフが降格しないで、俺はレッズが降格した時ですね、うん、その時は最終戦がガンバーさんでやったんですけど、その時にガンバーって言ってそれで残留して、うん、その時に僕は次の日に武田あの代表に入っていただいて、うん、その後ろの事情何も言えずに、はい、うん、武田はもう一年いるとジェフは多分まあ良くないなと、うん、やっぱり若い選手もいっぱい出てきたんで、うん、で若い選手にチャンスを与えたいなと思って、うん、だけどあと小倉君が完成しますけどね、うん、もう全部来てました、うん、だってよく言うんですけど、まあそこはもう本当にクラブのことを考えて、うん、でクラブのことを考えるっていうことは僕がどういう目をしてるかっていうことで、うまく いくケースもあるし、うまくいかなかったケースもあります、うん、佐藤久と、うん、僕はあの佐藤久とか林、萩原大臣から、うん、ジェフ・ミット・林、それじゃあよく見たら2人タイプだったんで、うん、それじゃあ佐藤久と戦争を再出して、うん、で林を残したんですよ、うん、で佐藤久とはもう戦争うまくいかなくてサイドバックしてたんですよね、うん、で、仙台の方に行って、うん、それでまたセンターで、まあ今ね大活躍して、うん、まあそれ良かったかなと、うんうん、そういうのは判断しなくちゃいけないっていうのがあるんですけど、一番困るのは、うん、明日もうゼロ定時っていう時に車買ったりする、うん、家買ったとか言われたらもうどうしたらいいかなお前もう一度待てよなってそこまで、ね、考えれないですよね、そうなんでしょうね車買ったゼロ定時出ないようにこう車買った、いやだから、うん、だからそれはね、うん、しょうがないですね。ごめんね。そう、あのまあ辛い仕事ですよね。あの恨みも買って当たり前っていう。そうですね。ね、まあ喜ばれない。喜ばれないですね。と思います。ね、あのどこで本当にそれでもそれをやり続けるっていう。もうやってないですから。あ、やってない。いやでもやっぱり大変ですよね。そのジェフ大変というか、はい、うん、まあサポート体制がやっぱこうどれだけできるかっていうのがやっぱりそこが鍵だと思いますね。ジェフその13年されてますけど、最初はあの育成で入られて、はい、その後、はい、GM になられた、やっぱり GM やれって言われて、うん、ここだったんですけどね、まあ、はい、社長が変わって、うん、でお前もやれた、こう馬鹿さんはどこに対して GM をやれって言われたんでしょうね、どの能力を見込まれてるのか、
ですね、あの、ジェフの時、僕は3年間の育成の時に、はい、まあ、いろんな、まあ、ことがあったんですけど、はい、いろんなことが、まずジェフっていうのは外国籍の、スタッフを取らなかったんです。日本人だけで行こうという古川電工の考え方があって、で、あの古川電工というのはあのアイスホッケーも強かったんで、その時にはチェコスロバキア出身の人とか、コーチで来てたんですけど、サッカーはなかったんです。そこをまず変えなくちゃいけないなと思って。あ、なるほど、はい、で、いい機会だったんです。すごいビッグチャンスだったんです。それがリキが、ドバルスキー、ドバルスキーが、育成のスタッフにいたんですよ。で、週末は休みで、だから月曜日から金曜日までだったんですよ。で、まあ、それじゃ監督としてやっぱり試合見れないんで、はい、監督としてはできないんで、それじゃ、技術的なそういう、あのコーチをしてほしいということで、阿部勇樹とか佐藤久とあの時代の人間村井とかも全部的にやってもらいました。でも相当なお金を僕は、お金出してたんで、まさに起きたらそのお金使えるよってなったんですね。このお金が大事やと。だから僕として、僕はあの GM になった時は34億から17億減らされた、年間予算が、はい、半分だ、はい、半分、17億減らされたという時が僕は1年目だったんです、はい、まあ、リティはまだそれ、まあ、そのギリギリなんですね、うん、でリティは、まあ、最初の奥さんってドイツの方だったんですけど、はい、離婚されて、で、まあ、まあ家庭環境とかあんまりうまくいってなかったんですね、でも再婚されて、すごくこう今集中できるので、もう一度復帰したいと元気で、ということで仙台の方から、まあ、仙台の育成あの GM を俺も知ってる人なので、そういう話をした時に、まあ食べたいと、仙台の看板選手いないんで、ということで、でお金が、このお金をうまく使いたかったなっていうのがあって、で僕の頭の中にはもうアヤクスっていうかオランダっていうイメージがすごくあったんで、で僕ももっともっとこう、アヤクスっていうかオランダのやろうとしやってたこととか、今やろうとしてることをみんなで勉強しようっていう、僕も一緒になってね、それでスタッフを連れてオランダ行ったりいろんなことをしてたんですよ。でもなんかコーチとして取れないかなと、その時の監督が奥田さん、僕はもうJFC ケルンに行った時の、ケルンでずっと通訳を、通訳でやってるのを皆さんですけど、彼が僕に監督になった時に、連絡取られてたら、監督のことがあったんで、心配じゃないって聞いたんですよ、選手としては素晴らしい、指導者としては経験ないんですけど、そりゃ心配やるから心配だったら一人連れてきたらどうっていうのがあって、海外から連れてきた。でその海外からコーチを連れてくるっていうところで、まあ社長さんも、お前の方も日本人っていうのですごく強かったんで、で僕はあのヨーロッパのプロコーチ連盟したりのシンポジウムを毎年行ってたんですよ、トルコであって、トルコの次が、ポルトかな、でギリシャ、でキプロスとあったんで、社長連れてて、お母さんじゃなくて、その前の福田さんっていう方だったんですけど、で僕のつながりの人をいろんな人に紹介して、で、いや、あいつはすごいつながりだというふうになって、それで海外のコーチをオランダから取った、もうその運営の方がちゃんと方針を変えたと、はい、それとボビー・チャルトンってボビー・チャールトンってマンチェスター・ユナイテッドのボビー・チャールトン、ジョージ・ベスト、ヒルスローとかね、そういう時代の人に僕はすごい憧れた、そのボビー・チャールトンさんがその2002年ワールドカップの1票を持ってたんですよ。でこれは、まあ、僕とチェアマンの、まあ、前のカブリさんとの使いがあったんですよね、っていうのはどうしてかっていうと、あの人もプルパーデンコなんで、結構あのそういうのでクラブ利用されたとか利用されたっていうか、まあ言ってもいいですけど、まあ、言ってないですね、っていうのがあって、でボビー・チャルトンを呼んでたんですよ、で、あの千葉県サッカー協会と一緒になって、ボビー・チャルトンを呼んで、
者講習会をやってたんですけど、うんうん、だん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 こう選手としてのこびちゃうと思う、うん、で指導者としてっていうのがやっぱりだんだんだんこう分かってきて、ね、うんうん、もう最後の方私が、うん、勤める大阪大学辞めて勤めた最初の初年度の夏は、うん、もう誰も、うんうん、ああそうですか。で私まだゼミを持ってたんですよ、うん、大学で、はい、学生から、うん、ゼミもう1年残ってんのに馬鹿先生いなくなるってそれは絶対ダメやって言われて、それで僕は1年間、うん、あの次に1回は大学に戻ってたんですよ、うん、あそうなんですか、はい、その時の学生が、うん、もう桜で読んで大変、はい、申し訳ないからねボビーちゃんとかでもうそういうお金はもうやめましょうって社長に言ったんですよ、うん、すごいお金言えないんですけどすごいお金もらった、うん、そのお金を何週間で、うん、2週間でブッっていうお金をもらったんですよ、この1票のために。でそれをやめてもらってそれじゃあ僕に150万ください、150万で僕は優秀な指導者をやりますからっていうことで、うん、僕が毎年あのヨーロッパの指導者をやりますので、例えばその時はフィジカルトレーニングっていうのはあんまりこう興味が興味持ってたんで、うん、あそれじゃあアイクスにヤンボーグさん出身の人がいたみたいな、うん、その人を読んだり、うん、あとあの名古屋の福岡生徒の監督された結婚生さんとか読んだり、うんうん、とか、まあ、いろんな人が読んだり、だからそういうあれでヨーロッパの指導者っていう枠が入った、うん、枠開けたんです、はい、でそこに奥田さんに泊まれて、うん、ヤンフェ・シライネンっていうオランダの、うん、そこから、うん、まあ、そこから選手がペター・ボスっていうね、はい、これはあの、代表でやってます。今はフィテッセの監督をしてますけど、ね、うん、あとスコーっていうアイムスがやって、うん、まあ、そこからですね星野さんへの道も広がっていった、ね、はい、そうですね、まあ、旧ユーゴスラビアの選手とかオランダの選手っていうのがここだっていうのは、どうしてユーゴスラビアかっていうと、僕はあのアイムスにすっごい興味があって、うん、で歴代監督っていうのはクルス・ミケルさんっていうのも亡くなりましたけど、彼が担当する前にトータルサッカーっていうのは、うん、オランダ人だけじゃなくていろんな国の人がアヤックスの監督をしてたんで、その国のどこの国の人なのかなって調べたところ、うん、ルーマニアとか、旧ユーゴスラビアっていうのはクロアチアとかあったんで、僕はルーマニアとかクロアチア、ユーゴスラビアに興味があったっていう、うん、そこが別なんですね、はい、トータルサッカーっていうのはね、うん、アヤックスのそのサッカーっていうのは、オランダのサッカーっていうのはどういう影響が、どんな影響があったのかなっていうことで、うん、で僕は今ね行ったり、まあそれで大島さんと、うん、はい、でこれをこう一人でこれいいからって言い続けてもあんまりみんな形にできないっていうことが多くって、それをやっぱり経営者側も動かしてそれを受け取る素地を作るためにこれをやめなさい、じゃあ僕にお金これでいいからって、そういうこうすごくリスクもね、でもそれは結果だけなんで、結果だけ、うん、結果出なかった、うん、4年間大変だった、だからもう横断幕は乳母貝とか貝貝貝カタカナで乳母で、うん、で公害の貝ですから、で2年目はあの20丸やった、20丸見えたんですよね、乳母貝20丸だと思ったんですよ、全部やったんですよ、そうなんですか、そこです、僕ちょうどヨーロッパ行ったんですよ、また横断幕ゼロですよ、いやゼロじゃないから20番じゃないゼロだったんですけど、もう4年間ずっとで、社長が、はい、お母さんっていう方が、はい、もうすごい作業して、うん、まあすごい変わった人だったんですけどね、もうお酒ばっかり飲んだ、うん、大丈夫ですか、え大丈夫、はい、もういつも言ってますから、うん、もうお酒飲んで試合場にはもうお酒飲んできてなるほど、グランパスとかやるときなんかは、まあ、グランパスだけなんじゃないんですけどね、やっぱり風化電工の人だったので、うん、まあ、サッカーは全く知らない人で、うん、出身は滋賀なんですよ、はい、で京都大学 で、まあ、で僕はもう本当にお世話になって、めちゃくちゃやれてるのに、うん、社長が、うん、あいつは面白い、あいつは俺にはない考えを持ってる、あいつは宇宙人だ、
僕は僕じゃあのお母さんの宇宙人宇宙人同士もう本当にお酒ですよ恥ずかしいですよ紹介っていうかいやね、うん、ジェフの お母社長ですって言ったのと真っ赤な本当にそんな方でもやっぱりこう、まあ、そんな方でもっていうのはあれだな以前伺ったそのチームマネジメントにこうちゃんとやっていくっていうのは一番何が大事ですかされてますかって三角形っておっしゃって、はい、それがその社長と監督と監督だし、うんはい、まあそれだけじゃないですよね、まあ、今まあ三男だったオーナーはい、ねうん、あとまあ稲森さんですね、はい、で東蔵と三角社長、はい、で監督と私、はい、4結構ファクターが多かったですかね、はい、でもそういうふうにこうやっぱりそこがもしっかりと、まあ、理念を共有したりってその分かったっていけばあとは広がっていく多分あのそれぞれのブレますねそこがしっかりしないと、うん、ブレる人が多いと思うああ僕の経験ではブレる人が多かった僕の経験では、はい、でもすごい素晴らしい人も出会った、はい、それよかったもうすごい感謝しますそれから三角でもまあだから監督とかはそういうわけで、まあ、変わっていくんですよね、はい、そこが分かんない、分かんないというかね、ブレていくと。オーナーはあんまり変わらないですよね。まあでも、それは影響力があるかないかっていう感じ。あ、でも社長、すげ替えたっていうのありましたよね、お互いさんがね。社長は、ジェフじゃない。うん。やめていただいたら。まあ、ありましたね、それは。ね、ありまあ、福田さんが悪い、いいとか悪いは別にして、そこは、もうあの、福田電工、じゃなくて、うん、JR がもっと表に出てきてほしいなって思ったんですよ。JR はお金は出すけど、まあ、こちらからね。今はもう JR ですから。うん、ジェフは。古川電工も、うん、まあ、経営的にあの厳しいって今は、うん、だから、まあ、JR の方が強いですけど、うん、でもやっぱりそこが、うん、やっぱり、まあ、海外も日本も一緒だと思います。はい、そこは、まあね、はい、そこでぶれちゃうと、うんもうぶれますね、ここはもうずっとその真ん中のその三角形っていうのはだお母さんねもうめちゃくちゃ僕は言われました、うん、もうなんか一人で年末一人で選手と、うん、何十回、うん、100回近い交渉してるところに、うん、あじゃあゴルフ行ってるわけですね、はい、ゴルフ場からどうや決まったかなってちょっと待ってよってお酒飲みながら無責任な社長やなと思ってるの、うん、もうそういうことがもうすごく多いんですよ、うん、はい多いですね多いんですよ、うん、例えばまだ選手が決まってないの新しい選手が、うん、で年末にみんなエンジン組んでいや、うん、今年は来年はどれぐらいや何順位を言えなんて言われて選手決まったら順位は言えないでしょってなんで言うんですかってでそういう人だったんです、うん、でもブレなかったどこら辺もうなんかこうここでっていう時はもう自分の考えとか押し通すし、うん、何言われようが関係ないし、うんまあ、ブレなかったっていうのは僕をすごく最後までサポートしてくれた、うん、だから僕はその気持ちって、ね、今も一番勉強になったはい、どういう状況でもやっぱり自分を守ろうとしたらやっぱりぶれちゃいますから、ね、自分を守ろうとしたらぶれちゃうですね、うんまあ、パペリのことを考えたり、はい、いろんなことを考えますよね、うんうん、僕も、うん、親子ですよね本当に親子とか、まあ、あの大変ですよ、うん、その時にいや子供が小さいしな、うん、とかね、うん、いや家内はどうしようかなって、うん、悩みますよ、はい、でもその時にやっぱり親子メンバーなんかやってることはちっちゃいことがあれなんですけどこう、まあね、あの子供が小学生とかでいたりしてああまあね家族に迷惑かけていろいろって自分を守ろうとしたらくれるっていうのはその通りで私は革命をね目指して動いてるんですけどみんな丸ごとで生きられる社会を作ろうっていうのででもだから自分が終点になっちゃって守ろうとすると本当に広がらないしもちろん世の中なんて動かせないし動かす必要もないのかそんな人のところではその先にあ私はここに幸せにしなきゃいけないママたちが多分いっぱいいるとかその、ね、あの子供たちなんだよっていうここが見えていてなんか自分を守ろうとするんじゃなくてそこを守ろうとすればみんながそれで動いてくれればオーナーさんとかもそこのチームが見えずに多分いくのかなとでもすみません時間の方はあんまりないんですけど今から日本のサッカーになんかどうなってほしいとここをどう変えたい変わってほしいとかね一言で言っても変えれる人なので、今井さんに今から日本のサッカーをどう変えている変えないですよ。変えない。
大体くださいよ。いや、子供の世界がね、うん、やっぱり今すごく、まあ、サッカーだけじゃなくて、はい、まあ、ところでやっぱりあの問題がね、うん、起こってると思うと同時に、はい、まあ、今日集まられた若い人とか、うん、まあ、若い人とこう出会うことが今多いんで、うん、でその人たちが今のそのいろんな問題に対してすごくこう、うん、消極的じゃなくて積極的に何かしようっていう人が増えてきてるなとすごく思います、うん、だからあのネガティブなその将来っていうみたいなので、なんかこうみんなこう徐々にやられてきてるなと、うん、だからね、もう本当にこう今日はあの神が言ってくれましたけど、おかしいやろと、うん、っていう人が増えていかなきゃいけないと、当たり前になってはいけないし、それを長居してしまったらいけないと思うんですね。立ち止まらないといけない、うん、我々は立ち止まれると思うんですね、はい、その時僕は仲間がいっぱいいると思って、うん、まあ、そういう人たち と、世の中変えるっていうことになって、うん、まず我々が住んでるところから、うん、まあ、徐々にね、うん、やっぱりそういう子供とか、お年寄りとか、うん、ハンディキャップ持ってる人とか、うん、もういろんなその課題がいっぱいあるわけですから、うん、それは誰かを変わっていくんじゃないかなと。それは例えば指導の現場で、まあ、暴力的なとか、まあ、まだ実際暴力もあったりとか、ね、もう、まあ、おかしいようなんですよね、それもね、そのマーケットっていう中であの、ね、選手が商品みたいに扱われていくっていうのも、まあ、おかしいようだし、まあ、それでそこに向かって子どもたちをとにかくもう 目をつぶって進んでいけっていう周りが、ね、あの盛り立てていくのもおかしいやろだし、それぞれ、まあ、声を上げたらええやんと。宮地原さん、佐伯さん、佐伯さんが言ってたよね、はい、日本のチームは少年とか、はい、中学生とか、はい、あの来られて、うん、それで、うん、ロッカーで、はい、橋の方でガチガチやってた、そうそう、あのスペインに遠征に行った日本 の中学校、高校ぐらいのチームが、あのそのマチュアルちょっとあれが良、ね、くなかったって時、日本だったら多分グラウンドでもうバーって怒るんでしょうけど、指導者もそれをヨーロッパでやっちゃいけないっていうのは分かってるんで、ロッカールームに隠れて見えないとこでボコボコにしたりとか、やっぱり悪いっていうのは分かっている。だからその日本ではそれはもう認められてるからやってるっていうことも多いんじゃないかっていうのはね、ヨーロッパに行ってこそこそするんだったらね、うん、だからそこはもうね、現場、日本でもそれおかしいよ。例えばあのサッカーもね、そうやって、みんなが環境あの、ね、試合に出れる環境を作っていったらいいんじゃないのっていうのも人任せにするんじゃなくて、もう今この場で声を上げていくと、マンチェスターに入りたかったら手紙を書くとまっすぐに動くと、ね、あでもその若い人があれするから、もう今宇賀貝さんだとそういう、まあ、サポートをして、私もその今日も仲間だろうっていう一言でいっぱいサポートをしていただいたので、仲間の作り方ってあります？そうやね、そうですよね、まあ、うん、ザクバランに、はい、まあ、話ができる、やっぱりそういう場が必要なんですね、うん、みんなが集まるような、はい、集まるような、それはあの、まあ、フットボールの精神の中の3つある1つですよね、アフターマッチファンクションっていうか、まあ、ジェオさんが言ってる、はい、私サッカーは何だと思ってた、フットボールでしたね。フットボールよ。フットのボールですもんね。あ、すいません。そうだそうだ。アフターマッチファンクションするの。キャプテンランとあのアフターマッチファンクションとノーサイド。はい、3つ教えていただけますか、それぞれ。はい。ノーサイドっていうのは、まあ、試合終わったら、うん、まあ、相手が、まあ、敵っていう状況なの好きじゃないんですけど、はい、まあ、敵の方が引けなしに、うん、仲間として、まあ、ノーサイドですね。うん、あと、アフターマッチファンクションは、うん、まあ、あのゲームの後に、はい、おもてなし、ホームチームのおもてなしということで、うん、終わったらすぐに、挨拶して帰るんじゃなくて、うん、ホームチーム側の、うん、そういうクラブハウスで、うん、まあ、ちょっとおもてなしをすると、うん、まあ、オーランダとかも普通にやられてるってことですよね、うん、まあ、すぐに日本人は帰れたら終わったらすぐにシャワー浴びてくる、じゃあ30分お願いしますって、うん、そしたらね、うん、両チームの選手たちと親と、はい、うん、一緒に話す、うんうん、が一緒に、そこも本当に対話する仲間ができる場になるっていうことなんです。だから今あのスポーツ教室にあの打ち合いになってますけれども、はい、アフターファンクションは絶対、うん、あの施設には、はい、
温泉がいいんですね。温泉入って、温泉も入って、横に食堂があって、食堂で見て、食事して、あった町場。あと一個何でしたっけ？キャプテンラン。キャプテンラン。キャプテンラン。だから、あのアメリカの、ラグビーなんかは監督の席っていうのは、はい、あの観客席、だからキャプテンとサブキャプテンが中心になってやる、その現場の選手がっていうことなんですね、はい、それはサッカーも同じなんですか？フットボールですよね。フットボールですよね。そのね、もともとその私サッカーに興味なかったのに。